はい、こんばんは。今日はですね、韓国の野党の代表が天皇の即位式に文大統領が出席すべきと発言したニュースについてお伝えします。まずはニュースを読んでまいります。中央日報です。韓国野党代表、文大統領、天皇即位式に直接参加しなければ。正しい未来党の孫博久代表が文在寅大統領に今月22日に開かれる徳仁天皇の即位式の出席を提案した。孫代表は11日、国会最高委員会議で天皇の即位式が韓日関係改善の突破口になり得るとして、文大統領が日本の徳仁天皇の即位式に直接参加することを提案したいと話した。韓国政府は天皇即位式に誰が参加するかをめぐって慎重な態度を見せているが、イ・ナギョン首相が慶祝特使の形式で参加する可能性が持続的に提起されている。孫代表もイ首相が対日専門家として交渉力を発揮することができるだろうと話した。だが韓日関係の解決方法を探るには限界があると考えるとして、文大統領が即位式に直接参加すれば根本的で発展的な解決策になるだろうと提案した。特に文大統領が天皇の即位式に参加して韓国国民の温かい祝いを伝えれば日本国民の心を精一杯溶かすことができるだろうとし、そうしたら安倍晋三首相の姿勢も変わるだろうと付け加えた。この方法は大統領の地位を高めて大韓民国国民の自負心を高める道だと話した。孫代表は過去史問題に関連しては韓国が道徳的な優位を保ちつつ、日本は企業負担を減らして平和に問題を解決しようと提案した。彼は韓日関係の基本環境を変えなければならないとして、韓国が先に日本に賠償に関連した金銭的要求をしないと宣言し、韓国政府が賠償問題の責任を負うと発表する一方で、日本には過去史問題に対して心を込めて謝罪することを要求すべきだと話した。まあ一言で言ってしまいますと、日本はもう今までですね、韓国に謝罪もしてきてお金も払ったので、これ以上日本から謝罪をすることもありませんし、賠償金をお支払いすることもありません。まあ文大統領にはですね、無理して来ていただかなくても結構ですね。チョグクサン問題とか韓国国内問題をちゃんとした方がいいと思います。まあでも韓国のデモを見て文大統領はこのデモは韓国国論の二分ではないとか言ってますからね、なんかちゃんと対処する気があるのかなとか思ってしまいますね。あれ、旗から見てると完全に韓国は今国論が保守派と革新派で分かれてますからね。それを見て国論は二分してないとか言ってますからね。どうしたらそういう理解になるのか僕には分かりませんけれども、多分そっちをちゃんとした方がいいと思います。で、孫代表は文大統領が即位式に直接参加すれば根本的で発展的な解決策になるだろうと提案したって言ってるんですけど、多分これ問題の根本をご理解しないでおっしゃってますよね、この孫代表はね。文大統領が日韓基本条約、日韓請求権協定を一方的に破るという問題を作ってしまった、張本人というかですね、韓国の大法院の判決を認めてしまったわけですからね。ですから日韓基本条約を一方的に破ってきたわけですからね。ですからその方が来てもですね、問題解決にはならないんですけどね。で、さらに孫代表が、特に文大統領が天皇の即位式に参加して韓国国民の温かい祝いを伝えれば日本国民の心を精一杯溶かすことができるだろうとし、そうしたら安倍晋三首相の姿勢も変わるだろうと付け加えた。これも見通しが甘すぎると言いますかね。今回の日韓の問題の本質が分かってないというか見えてないんだと思うんですよね。問題の本質っていうのは日韓基本条約と請求権協定を守ってくださいという話なので、即位式で心を伝えるとかどうとかっていうのとは話の根本が違っちゃうんですよね。で、次の文が僕が一番ちょっと引っかかってる部分なんですけれども、
韓国が先に日本に賠償に関連した金銭的要求をしないと宣言し、韓国政府が賠償問題の責任を負うと発表する一方で、日本には過去死問題に対して心を込めて謝罪することを要求すべきだって言ってるんですけど、でこれ言ってることがおかしくて、もうそもそも日本は韓国に対して謝罪をし賠償しましたのでね、その日韓請求権協定を一方的に破って金銭的要求をしてきている韓国政府の主張がおかしいんであって、根本的におかしいんであって、その金銭的要求をしないと宣言することがムン大統領の地位を高めるとか、大韓民国国民の自負心を高める道だとかっていうことにはつながらないわけです。それは金銭的要求をしないっていうことは当たり前のことなので、でさらに言うと、なんだ、日本には過去死問題に対して心を込めて謝罪することを要求すべきだって言ってますけど、もう謝罪してますんで、日本は。ですから結論申し上げますと、これ以上日本国政府と日本国民は韓国政府に対し謝罪も賠償もしません。でお金に関しては日韓請求権協定で決めたように韓国政府でやりくりしてください。これ以上我々日本政府と日本国民の問題ではありませんので、そこはもう条約で決められたように韓国政府でやりくりをしてください。ありがとうございました。